リーフ、もう少し付き合ってくださらない？豪華にして華麗なパーティーの後はこれで静かにけれど燃え上がるような勝負といきませんこと。アルベリアチェスですか。久しぶりですね。オートにいた頃はよく駒を交わしたものですが。あの頃と同じと思っていたら痛い目に遭いますわよ。ではお手並み拝見と参りましょう。まずはウッドランナーでかく乱ですわ。さあお行きなさい。ではこちらはウォーカーで陣を固めましょう。相変わらずせこい戦術ですわね。キャバリアで蹴散らしてやりますわ。派手であることと巧みであることは同義ではありません。さてこう囲んだらどう出ます？あら、これは。さてどうなさいますか？被害を気にせず強引に突破ですか？以前の私なら玉砕覚悟でそうしていたでしょうね。でもいつまでも少女は少女ではありませんのよ。チャリオットを背後に配置、それを聞かせて次にハイプリエステスを前へ。この戦術は。私は変わりましたの。やんちゃ娘から品性あるビキへ。必要とあらば一歩下がることも辞しませんわ。そして華麗に勝利を。なるほど、目覚ましい進歩です。かつての無謀さはどこにもない。もっと褒めたたいてもよろしくってよ。ですが私がこう攻めたらどうします？ドラゴンキングを前へ。まあそんな手がありますの？チェックメイトですね。上達しているのは姫様だけではありません。もう悔しいですわ。今日こそそのスマシ顔を歪ませて差し上げようと思っていましたのに。そうおっしゃる割にあまり悔しそうには見えませんね。感情をあらわにするだなんてはしたないこと、レディはしませんわ。いつからかシェス様は感情を見せなくなりましたね。かつては炎のように苛烈な感情を叩きつけるかのようでしたが、今は狂楽的な仮面の奥にいくつもの顔を隠しておられる。あなたの本当の心は一体どこに終わりなのか。あら悔しいこと、あなたがそんなことをおっしゃいますの？え？私の心をその腰にある剣のような鋭い刃で打ち砕いたのはどなたでしたかしら。本当の心などあの時どこかに消えてしまいましたわ。いえ、あれは恨み事を言うつもりはありませんわ。あなたのおかげで学ばせてもらいましたから。目に見えるものに惑わされないこと、そして一番大切なものはそっとしまっておくべきことを。え？シェス様、あなたは。昔話はやめましょうか。それよりもう一勝負いたしませんこと。え、シェス様、しかしもう夜も遅く。けれど朝まではまだまだ時間がありますわよ。レディーは勝負に負けたからといって悔しさをあらわにはしませんけど、
勝負に負けたまま終わるのは高貴なもののすることではありません。このまま引き下がるなんて冗談じゃありませんわ。シェス様、リーフ、どうしたんだ？こんなところで考え事かい？殿下、シェス様のことで少々気がかりなことが。気がかり？シェス姉さんがどうかしたのか？シェス様は本心の見えぬ方。あの方の言葉を鵜呑みにしていては大きな過ちを犯すやもしれません。過ち？どういうことだ？私が言いたいのは、何か裏があるって言ってるんだよね。ユピテル、裏ってどういうこと？なんとなくわかるんだよね、同類って。澄ました顔をしてても頭の中じゃ全然別のことを考えてる。だから僕、あのお姫様が好きなんだ。シェス姉さんが何か企んでるっていうのか？でも何を？それは実際に見ればわかるんじゃない？このシャンゼリアを支える力の源泉を。源泉とは何だ？もしかして。そう、オールドマテリアルの採掘場さ。お兄さんは察しがいいね。ビンビン感じるんだよ。町外れにある遺跡の方から妙なマナの気配を。そこに何かあるっていうのか？遺物を掘り起こしているならそこには作業者がいるはずですが。よし、ならみんなで行って話を聞いてみよう。明日の朝にでも。いや、行くんなら今晩のうちの方がいいと思うよ。見つかると厄介なことになるからね、おそらく。おい、どういうことだ。ここは採掘場じゃないのか。なのにどうして魔獣がいる。作業者なんて影も形も見当たらないぞ。俺にもわからない。でもここがただの遺跡じゃないとしたら。奥底まで潜ればわかるんじゃない、あのお姫様の本音が。なんか企んでるってんなら全部暴いて叩き潰してやる。あの高慢なお姫様をギャフンと言わせてやるぜ。